アフロディーテ TV をご覧の皆様こんにちは、勝木理恵です。今日はですね、占星術師にとってとっても大きなイベントがあった日です。何があったかっていうとですね、皆さんね、YouTube とかご覧になられているとちょっと聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、本日2020年、12月22日朝の6時25分に風の時代という時代に入ったんです。拍手よくわからんみたいなね方もいらっしゃると思うんですけれども、実はですね、地球は太陽の周りをぐるぐる回ってますよね。で、それを太陽系っていうと思うんですけれども、その太陽系ね、地球から見て見えるお星様の、主にその太陽系のね、お星様で占星術で見ていくんですけれども、地球から見て、星と星が重なることをコンジャンクションというふうに言います。そしてそのコンジャンクションの中でも木星と土星が重なることをグレートコンジャンクションって言うんですね。で、このコンジャンクションっていうのはもう宇宙ですごいスケールが大きいじゃないですか。だから、ピタッとね0度で合うっていうことはほぼほぼないんですよ。で、これコンジャンクションって言っていいんじゃないみたいな、近いからコンジャンクションにしとこうよみたいな、オーブと呼ばれるこの許容範囲っていうのがありまして、これはね大体5度とか7度とか、これは占星術師によって見方が違うんですけど、こういうオーブというものがあります。でオーブを入れると、実は2019年の、12月3日からかな、このあたりからコンジャンクションって、グレートコンジャンクションが始まったっていうふうに言われているんですけれども、実は今日の6時25分ピタッと0度でくっついたんですよ。そしてこのくっついたタイミングが、水亀座という星座で起きました。で今まではヤギ座に木星も土星もいたんですよね。でこのヤギ座というのが、12星座ってあるでしょ、星座って12個あって、これを4つのカテゴリーに分けます、ね、似たような性質のものを 4個に分けるんです。でそれが、ヤギ座が所属しているのが土とか地とか呼ばれるグループになるんですね。で、水亀座が所属しているのが風のグループになるんです。でこのヤギ座から水亀座に移動することで新しい時代が幕開けになったっていうふうに言われるんです。これがまたどうしてかっていうと、この20年に1回グレートコンジャンクションが起こるんですけど、過去ずっと、大体200年から250年周期で、今からだというとずっと土というエレメント、カテゴリーね、カテゴリーグループの中で行われてきた、起きてたんですよ。正確に言うと、1981年だったかな、このタイミングに天秤座に一瞬グレートコンジャンクションというのが起きたタイミングがあったんですけど、その後大牛座、土の、エレメントにまた戻ったんですよね。でそこから、今日から今度は、風のエレメントで起きていくんです。だから今まで、土、風、土だったんです。でそれから、今日から風って続いていくんですよ。なので風の時代が始まったっていうふうに言われるんですね。で実はですね、木星とか土星っていうのは、時代を司る惑星って言われる、時代を象徴する惑星とかね、司る惑星っていうふうに言われていて、みんな無意識なんだけどその影響をすごく受けるっていう、お星様になるんですよ。で、今までの土とか地とかの時代の、象徴っていうのは、年功序列とかコツコツとか、形のあるもの、所有、こういったものが象徴されるエネルギーだったんですよね。なのでイメージとしたら座礁はみたいな感じです。そしてこれからの時代は風の時代になるので、もっとねこだわらない感じです。自由な感じなんです。例えばね、土とか地、大地とかっていうともう基盤って感じでしょ、
もう土とか大地があるからこそその上に物が立ったりとかするわけじゃないですか。でそれに対して風っていうのは目に見えないものでもあるもの、そして土とかがどしっとしてるものに対して風って軽やかでしょ、吹き抜けていく感じでしょ、そんな感じなんですよ。なので今までだったらこうでなければならないみたいなね、あの重たい感じの結構規則とかルールとか、まあ、これはあの土星が、土星ヤギ座、ヤギ座のねエネルギーにもなるんですけども、そういう決まってることっていうのが、土のエネルギーだったんですよね。それに対して、風というのはもう本当に自由なんです。そして、情報を扱うというふう、情報とか交通を扱う星座というふうに言われているので、これからはですねもっと場所に、こだわらずいろんなことの広がりが出てくる時代になってくると思いますが、例えばね、お仕事なんかも今までは一つの、まあ、会社オフィスに行って仕事をするっていうのが当たり前の時代だったと思うんですよね。でもこれがコロナになったことによってテレワーク、オンライン化っていうものが進んだじゃないですか。でこれはあのコロナになる前からもずっと言われてたことだと思うんですよね。オリンピックがあるから世界中から人が来るからあの渋滞緩和のためにお家で仕事ができるようにしようとか、フレックスを導入しようとかいろんなことを言われてたんですけど、それがやっぱり形にならなかった、難しかった。でもこのコロナを通じてあのできるできないじゃなくてやるしかないっていう時代になったと思うんですよ。こうやって時代って変わっていくんですね。でこれが本当に本当に象徴すべき出来事だったなっていうふうに思うんですけれども、実はねその風の時代のトップを切ってやってくるのが水瓶座ってさっきお伝えしたと思うんですけど、水瓶座がその情報の中でも通信、特にインターネットというものを司ってるんですよね。なのでこれからもっともっとインターネットとかオンラインっていうものが進んでいくと思います。なのでほら今ねペイペイとかね、ああいうキャッシュレス化っていうのもすっごい進んだじゃないですか。で、こういうのまあもうねあのさっきもちょっと言ったんですけど、1981年一瞬だけ風の時代がやってきたって言ったでしょ。あのタイミングでね i モードとかが始まったんですよ。携帯情報がねあの自由に扱われるようになったというか、昔みたいにパソコンがないとできないとか、パソコンを持ってる人が一部の人っていうんじゃなくて、どん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  IT 化が進んでいった。だから風の時代のあれが先駆けだったんですよね。そして、一回地の時代に戻って、そして今日このタイミングからまた風の時代が本格的にスタートしたっていう状態なんです。なのでこれからもっともっと、インターネット広がっていくと思います。実際ね 5G の話とかもいろいろ始まるよって、まあ、一部の地域ではもう始まってますけど、そういうのも進んできてるように、これからはねどん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 やっぱりね SNS だったりとかこういった YouTube だったりとかっていうのがもっともっと広がっていくと思うんですよ。だからあの Zoom とかねいろいろ始まった時に、いや私そんなの無理って言ってた方もいらっしゃったと思うんです。でもね今からの時代はねやらないと乗り遅れると思います。結局携帯電話もそうだったと思うんですよ。携帯電話があの発売された時にね、いやそんなのができたら人間関係が希薄になるから持つべきじゃないとかっていう話とか出たと思うんです。でも今携帯を持っていない人の方が少なくなってますね。もう時代って自分がどうこうじゃなくて、そうやって周りから変わっていくもんなんですよ。っていうことを考えたら、やっぱりこの時代に適応した生き方っていうのを、この時代に巻き込まれるんじゃなくて自分が活用するっていう生き方をする方が、私は人生が自分の選択肢として広がっていくんじゃないかなというふうに思うんですね。人間は、ルーティーンが大好きです。幸せになりたい、変化したいって皆さんすごく言われます。でも実際に幸せになる方法とかを提案して、まあ、例えば運気が上がる方法とかねお伝えしても、それがねちゃんとできる人って少ないんですよ。
頭ではそう思ってても行動パターンはね、ルーティーンがすごく多い。だからここを変えていくっていうことがすごく大切になります。これだけ時代が大きくゴロンと変わるタイミングなので、ストレスってすごいかかるんです。心へのストレス、そして体へのストレス、どん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 かかってくるかもしれません。でもこれね、知らなくてストレスかかり続けるともうよりやられるんですよ。でももうしょうがないなって、こういう時代が来るんだと、じゃあ苦手だったけどちょっとズームやってみるかとかね、ガラケーだった人がもうちょっともうそろそろスマホにしてみようかとかね、もう本当にそんなちっちゃいところからでいいんですよ。今までの自分の価値観と違う価値観を受け取って変えていく、これがとっても大切なことになりますので、苦手だなって思う人こそ諦めてトライするっていうことをね、していただきたいと思います。そうするとどん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 自分のね、人生の在り方っていうのが変わってきますので、本当この風の時代ってね、今からもう本当に200年続く話なので、飲み込まれるんじゃなくて活用するっていう風に自分の意識を変えていってほしいなという風に思います。ちなみにですね、お仕事の在り方もテレワークだけじゃなくてもっともっと自由になってくるんじゃないかなと思います。っていうのも、もう大手の企業さんがやっぱりね、終身雇用っていうのが難しくなってきてるので、どんどん副業 OK になってきてるんですよね。なので自分の今までしたかったことがもう一本の収入として得やすくなってきたっていう感じです。例えばこういうね、 YouTube とかでお料理が好きな人だったりとか、お店いつか出したいわと思ってた人が、お料理の番組を持ってみるとか、そうしたらそこから広告収入が入るようになったりとか、本出してみませんかみたいな話が来たりとか、ひょっとしたらスポンサーがついてお店出しませんかっていう話が来るかもしれない。でも今までの、終身雇用でもうここでしか仕事しちゃダメですよって言われてたら、それは断るか、もしくはその今までの安定した仕事を手放して一か八かそっちの世界にね、飛び込むかの選択肢しかなかった。でも今時代が風の時代に入ることによって、まあこれはいいのか悪いのかっていうところにもなってくるかもしれないんですが、仕事が一本だけじゃなくていろんな仕事をする時代にこれからどんどんなっていきます。その時に自分の個性を売るチャンスなんですよ。今までの、自分ではできなかった自分が好きなこと、自分が得意なこと、これを生かして収入に結びつけることができる時代になってきます。まあ我が家なんかもそうなんですけど、もう今までのね、土の時代とかって考えると、こう男は働き女は家を守るみたいなのが当たり前だった感じでしょ。でうちはちょっと逆なんですよね、主人が家のことをすごくしっかりしてくれて、私が外でガンガン働くみたいな、こういうスタイルが今まで珍しいよねって言われてたんですけれども、今からはもっとこういうスタイルの人増えると思います。でもひょっとしたらもっとね、結婚っていうもうその書類上のこともなくなってくるかもしれないですね。事実婚の方がすごくスタンダードになってくるかもしれない。だから本当そうやって時代ってね、どん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 変わっていくと思うんですよ。なので、今までのその価値観にとらわれず、あ、そういうのもありだねっていう形で、私の価値観もあり、あなたの価値観もあり、そういう、平等自由な価値観を手に入れることによって風の時代は生きやすくなりますので、ぜひそのあたりを少し頭に入れて、生活していただければいいかなと思います。もうね、 YouTube で話すの限界あるのね。なのでブログ結構いろいろ書いてるので、詳しく知りたい人はブログ読んでください。今週もご視聴ありがとうございました。では、良い風の時代となりますように、来週もまたお会いしましょう。またねー。